今回はですね、5月23日の我が家のビオトープの様子を見ていきたいと思います。まあ、5月もね、下旬になってきてですね、まあ、最初に帰った張り子が多分4月中旬とかに帰ってきましたので、そちらのね、我が家の張り子の成長の様子、あとね、この日ね、めちゃめちゃ暑かったので、まあ、水温がね、何度ぐらいになってるのかと、まあ、この5月中旬ですね、ちょっとね、驚くべき水温だったので、まあ、そちらの、ね、水温を見つつ、我が家のね、メダカたちに餌やりしつつ、我が家のね、ビオトープを見ていこうっていう動画です。果たしてね、張り子がね、どれぐらい大きくなったか、ぜひね、皆さんとこの張り子とね、比べてみてください。張り子っていうかもう稚魚ぐらいになってると思いますので、ぜひぜひ、見てってください。まあね、耐寒性スイレンのピンクシーズーもですね、綺麗に咲いてますね。まあ、メインはね、こっちの我が家の庭の方のね、ビオトープの様子を見ていきたいと思います。でこちらがジャングルビオトープのロタラがね、まだまだね、綺麗に満開ですね。多分前の動画でもアップしてると思うんですけど、いやー綺麗ですね。このアングルが好きなんですよね。このアングルが。めちゃめちゃ綺麗です。この後ね、メダカに餌やりしつつね、ここのね、めちゃめちゃ暑い日の、まあ、メダカの餌食いとかですね、見ていきたいと思いますので、ぜひぜひ、動画最後までご視聴ください。ここもね、まあここはね、まあ選別漏れとかね、ちょっとお年を召したりとかね、ちょっと奇形のメダカたちをね、集めたビオトープです。この子たちもね、まあ元気にこんな感じで、まあ暑いのでね、めちゃめちゃ餌食ってます。果たしてね、水温何度でしょうか。この日多分ね、全国的にもね、めちゃめちゃ暑かったと思うので、まあ、皆さんとこもどうですかね、どんぐらい、暑い人が水温どんぐらいになってますかね、ぜひぜひ、コメントで教えてください。で、こちらがね、大外光が多い大花たちなんですけど、この熱帯スイレンのね、葉っぱもね、めちゃめちゃ出てきましたね。餌食いも見てください、この機敏な動き。めちゃめちゃ食ってますね。やっぱね、水温が上がってくるとほんと、餌食いもいいですし、このね、熱帯スイレンもどんどんね、浮き場上げてきてますね。これ屋外放置で越冬させた、まあ、ティナ、ドーベ、紫式部あたりのムカゴ種ですね。もうだいぶ伸びてきてますし、こっちはサンセットキバミリウの、これね、一応一群ですよ、これ。見てください。胸びれか。胸びれ、これめっちゃ光ってるの分かります？特に右手がね、これめっちゃ綺麗ですよね。これぞね、サンセットキバミリウっていう感じの、胸びれですね。一応ね、我が家の一群サンセット極み流です。今ね、採卵してます。で、ここはですね、親抜きしたとこで、エメラルドフィンのね、張り子が帰ってます。この辺はね、また後日、詳しく親抜き動画をアップしていきたいと思います。こんな感じでね、ビオトープ見ていきたいと思います。ここは選別漏れの大丘が入ってるんですけど、あ、いますね。これはクイーンシリキッド、まだ上書いてるな。これミリオンフィラムが、もっさもさのモフモフですね。これもね、ヤフオクで販売してますので、気になる方はぜひ購入してみてください。で、果たしてね、ちょっとね、水温を見ていきます。まあ、バケツなんで、これ10リットルバケツなんで、多分ね、結構上がってると思うんですけど、見えます？32度あります。このね、5月中旬でも、まあ、バケツなんでね、水温上がりやすいとはいえの、32度あります。めちゃめちゃあれっすね。暑いっすね。32度ですよ、この5月の中旬で。夏が思いやられますね。まあ、そうですね。これ多分、日中11時か12時ぐらいなんで、もう1、2度もしかしたらね、上がるかもしれないですね。で、こっちのね、80リットルかな、こっちはそうですね。80リットルの方も、どんぐらいかね、ちょっと水温見ていきたいと思います。あのね、水草の上に置いてますね。でまだね、このロタラのロトンディフォリアもめっちゃ綺麗に咲いてます。まあ、また後で多分映すと思います。お金またメダカに餌やりしていきましょう。後半にですね、張り子の方の餌やりと張り子の様子も見ていきますので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。ここはあれですね、メビナラメなんですけど、ここあれなんですよね、室内で越冬させてたね、ヒメガガブタをですね、もう屋外に出しましたので、ヒメガガブタがね、すごいことになってます。メビナラメがね、ちょっとね、狭そうですね。ちょっと申し訳ないですが、今とこちょっとこっちにヒメガガブタを移してあります。で、これがあれですね、エキノドルスの花が咲いてますね。ちょっともう終わりかけですね。で、こっちがサンセット極み流。で、ここがオロチですね。ここは選別漏れのちょっと薄い2群とか3群ぐらいのオロチたちですね。で、これがね、エメラルドフィンですね。先ほど親抜きした方の親をね、こっちに入れてあります。で、こっちでね、今卵取ってますが、綺麗ですね、エメラルドフィンが。めちゃめちゃ綺麗です。めっちゃね、輝いてますね。で、これがあれですね、グロッソスティグマで、
これがね、夜咲きスイレのアンタレス。もうこれも室内で加温してたんですけども、屋外に出して順調に育ってますね、問題なく。でこっちがね、あのオロチの一群っていうかね、ヒレが長いスワローのオロチですね。わかりますかね、ヒレがかっこいいですよね、この真ん中の子とか。一応ね、この子たちからも採卵してるので、スワローのねオロチが生まれてくるかどうか楽しみですね。生まれてきてくれるといいんですけどね。でこっちが緑光のヒレナガですね。まあね、この30度超えてるんでね、ほんとね、めちゃめちゃ餌食いがいいです。ヒレが長い、いやめちゃめちゃ優雅ですね。まあ我が家で唯一のヒレナガですね、緑光ヒレナガ。まあね、ラーメンとかね、色はねあんま出てないですよね。まあ、ヒレはねめちゃめちゃ長くて、ヒレ長いんですけどね、結構卵も産んでくれてるんで、まあとりあえずね、採卵はしてます。まあこの辺とかで結構綺麗ですよね、若干、色乗ってて。で餌もねめちゃめちゃ、やっぱね32度あると食いますよね、みんな。すごいですね。皆さんとこはどうなんですか、皆さんとこどうですか、暑い日とか水温何度ぐらいになってますかね。ぜひぜひ、コメント欄でねコメントください、バンバン。でこっちがねサファイアですね。ここもねまだね選別をしてないので、選別しなきゃいけないんですけど、なかなか忙しくてやってないです。これ頭がオレンジのやつ、結構ラメも乗ってて綺麗だな。この辺ね種親にしたいですね、選別しなきゃですね。このまあ選別ついでに、抜いて多分親抜きすると思います。で、親はですね、まあ、水蓮農園の方に派遣すると思います。でそのままね残って、残ったね卵で親抜きして、そのままあのたらいでね張り子育てようと思います。でこっちはね選別漏れのサンセット極み竜ですね。でこっちが桜花ですね。こっちもねまだ選別してないんですけど、この子とかねめっちゃ綺麗ですよね。ここ綺麗だな、めっちゃ。オオカもね、ここもね選別しなきゃなんですよね。サンセットギラミリオもね、なんか最初はなんか弾いてたんですけど、ここに来て結構、フルボディになった子も結構いますね。でこれがねセントルイスゴールドもねめちゃめちゃ浮き葉出てきましたね。これもね屋外放置で越冬して、そのままね葉っぱ出てきました。セントルイスゴールドもね結構寒さ強いですね。でこっちがね皇帝ですね。相変わらずいつもこの隅っこのところに、ね、集まってます、皇帝たちですね。でこの辺、ルドビジアのねスパレットも、室内のもね屋外に出しました。そろそろねヤフオクで販売ちょっとね休止してたんですけど、そろそろまた販売していこうかなと思います。屋外に出したタイミングでちょっとね休止してたんですけど、もう屋外の方もね安定してきたので、そろそろ、スーパーレットも販売してもいいかなと思ってます。でこの辺はまあバケツ飼育の親たちですね。10リットルバケツでもね10匹20匹ぐらいだったらね、親も全然買えます。オロチとかね結構ね水にうるさいので、結構ねもうバケツで飼ってねまとめて一気にね簡単に水替えできるのでね、バケツ飼育の方はねオロチはね楽ですね。これねオロチデリケートなんですよね。ちょっとね水替えサボるとね体調崩したり、なんか白いねなんだろう、綿のなんだカビじゃないけど、なんか体表がねダメージ受けてきちゃって、ちょっとね調子崩しちゃったりするんで、オロチはね結構水替えをします、普通よりは。まあ普通よりつっても1ヶ月に1回ぐらいしかしないですけどね。そしてねこちらが4月20日にね採卵した卵ですね。サファイア、オオカ、サンセット極み竜のまあごちゃ混ぜなんですけど、だいぶね大きくなってきましたし、めっちゃ帰ってますね。で前の動画で紹介したみたいに、今、まあ、我が家はねこんな感じで、まあ、ゾウリムシを与えてからの、もうこんだけ大きくなってきたら、このあとねこの餌をパラパラパラーっとこんな感じで巻いてます。ちょっとだけ穴を開けて、ほんの少しねこの餌が出るようにしてですね与えてます。こんなぐらいですね。まあそうですね、初期の頃はまあ前の動画でも言ってますが、ゾウリムシだけなんですけど、ここぐらいまでね大きくなってきたらこの餌もあげることによって一気にね成長してきます。だいぶね大きくなってきましたね。なんでちょうど生まれて1ヶ月後ぐらいですね。まあバケツ飼育でねこんだけいっぱい入ってるので成長はねちょっと若干遅いですけどね。でこっちは夜桜で、これは多分途中までね室内で育てていて、途中からね屋外に出した子たちですね。なのでこの子たちはねもう結構でかいですね。3月6日生まれぐらいでしたもんね。なんでもうそれなりに大きくなってますが、やっぱねバケツなんでね、やっぱ大きさがそこまでですよね。3月6日生まれなのにめちゃめちゃ育ってるってわけではねないですね。もうちょっとね広い容器に移してやりたいです。なんかねこれ夜桜ゴールドなのに、まあ、黒い容器で育てているからか、いや真っ黒なんですよねいや真っ黒、もうちょっとゴールド感出てもいいんじゃないって思うんですけど、
いや、真っ黒ですね。やっぱ黒よき育ては良くないかもしれないですね、夜桜ゴールドは。ちょっとね、心配になってきました。今更映しても遅いかもしれないですが、ちょっとね、心配ですね。で、これもセントルイスゴールドですね。浮き場ね、めっちゃ出てきましたね。でも屋外放置でこんな感じで出てきたので、そろそろね、植え替えを、株分け、してあげないとかなっていう感じですね。まあ他のとこもね、だいぶ伸び、成長してきました。で、これがね、4月12日採卵した一番ね、多分、最初に卵を取ったとこですね。ここなんですけど、まあオロチを取ったんですけど、なんか元からね、いたメダカがね、卵を産み落としてったみたいで、オロチじゃないやつがね、明らかにいるんですけど、その子たちがね、一番ね、大きくなってますね。多分その子たちが、一番のフル株だと思うんですよね。このなんかオロチじゃない、なんて言います、何の特徴もないような色のね、多分ミックスなのかな、おそらく。ミックスか3色の子供たちなんですけど、この子たちがね、一番大きくなってるんですよね。もうね、稚魚クラスにはなってると思うので、まあちょっとね、今出てこなかったんで、今餌をやってですね、まあまた、ちょっとね、様子を後から見に行きたいと思います。で、この子たちも夜桜ゴールドですね。これは多分室内で採卵して、採卵した卵をそのままね、屋外に出したパターンだと思います。多分前の動画で多分大量に帰りすぎてて、ちょっとね、まあ、間引いて別のとこにね、多分移動させた子たちだと思います。そうですね、桜ゴールド、ちょうど1ヶ月ぐらいですね、生まれて。で、この子たちももう1ヶ月は経ってるので、ゾウリムシプラス、この餌ですね。まあ1ヶ月経ってる割にはね、まだちっちゃいですね。やっぱバケツだとね、どうしても小さいので、今度ね、紹介する多分親抜きの方法の方がね、結構成長早いと思います。先ほど言ってたね、一番我が家で育ってる成長株の子たち、これどうですか。でかいですよね、明らかに。ちょっとね、また後で戻ってきますちょっとね、動き早すぎてあれでしたけど。で、こっちもサンセットとかサファイアの子たちなんですけど、こっちもね、だいぶ大きくなってきましたね。だいぶね、サイズ差がありますね。本当はね、これサイズ別で分けたりですね、もうちょっとね、広い容器に移した方がいい、成長がね、多分圧倒的に早いんですけど、まだね、やってませんね。で、どうかな。あー、出てきましたね。これ見てくださいよ、この子たちね、めっちゃ大きいですよね。もう完全にね、稚魚サイズになって、張り子じゃないぐらいの大きさになってきましたね。この子たちがね、多分我が家ではね、一番大きいですね。この我が家のビオトープでは。水蓮農園にいる子たちはね、もうこの倍ぐらいのね、成魚ぐらいになってますけど水蓮農園のね、野生児で広いところで伸び伸び育ったのはもっとでかいですけど、我が家ではね、この子たちがね、一番でかいかな。もう完全に、稚魚サイズですね。こんな感じで。わかりますかね。だいぶでっかいですよね。この子が一番大きいかな。多分ね、この子が一番大きいですね。この周りのオロチたちと比べてもね、サイズ差結構わかると思います。かなりね、大きくなってます。どうですかね、皆さんとこはどうですか。こんぐらいなってます。まだまだですかね。どうなんだろう、うち成長が早いのかどうかはね、ちょっとね、わかんないですけど、結構ね、適当管理なのであれかもしれないですね。まあ1日2回はやるかやんないかぐらいですね、我が家も。結局ね、水蓮農園の方の、ね、作業もあるんで、まあだいたい2回たまに1回ぐらいな感じですかね。ゾウリムシとコナエサかなをやってる感じですね。で、水温がね、果たして80リットルたらいでは何度ぐらいでしょう。バケツではね、32度あったんで、こっちだとね、もうちょい低いかなと思って、たらこっちもね、結局は31度ぐらいありますので、そんな差はないですね。まあ1度ぐらいの差って感じですかね。このね、80リットル容器でも、31度、いや暑かったっすね、ほんとこの日は。もうそうですね、暑さ対策をそろそろしなきゃなのかもしれないですけど、我が家はね、結構睡蓮とかね、いっぱいあって葉っぱが茂ってね、自然の日陰みたいなのができるのでね、特別対策とはしてないです。だいぶね、華やかになってきましたね。緑がね、多くなってきましたね。一時期ね、あの冬でね、寂しかったビオトープに比べればね、だいぶ茂ってきましたし、ロッタラのね、ロトンジフォリアがめっちゃ綺麗です。まだまだね、綺麗に咲いてますよ。このね、100均バケツで綺麗に咲いてます。これね、質問いただいたんですけど、これ一応ね、土に植わってますし、どんぐらい植えたんですかって聞かれるんですけど、これね、確かね、別のとこからね、勝手に何本か入り込んできて、それがね、多分1年でここまで育ちましたね。1年でね、全然数本からあのぐらいになりますよ。
めちゃめちゃ増えるんでね、ロトンディフォリア。こんな感じで、綺麗に咲いています。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。こちらね、テトラさんのテトラのジョウロで綺麗メダカ鉢かで作ったね、ビオトープもいい感じになってきてます。ヒメガガブタもね、試しにちょっと入れてみました。またね、ヤフオクで睡蓮や水生植物購入してくださった方もありがとうございます。今もね、絶賛販売中ですので、気になる方はね、ぜひヤフオクで数のメダカ睡蓮ビオトップで検索してみてください。ではまた。